はい、どうも、哲学とです。今回はですね、シーズン6、バトルパスの方ね、なんとか無事にランク40まで、ランクアップすることできましたので、ちょっとね、今回の砂の下の、アーマーの方ね、もらっていこうかなと思います。こんな感じかな？今回はネクロマンサーで、今回もらっていきます。おー、かっこいいですね。はい、この熱意あふれる石もね、強化バトルパス入ってると全部で3つ手に入るんで、まあ、結構ね、ランク上げとかでも複数必要になってくるんで、まあ結構ね、火力アップにもつながるんで、おすすめのレジェンダーになるかなと思います。じゃあ早速つけていきましょうかね。お、もうつけてんのか、これ。すいませんね、ちょっと読み込みが意外に重かった。おー。割とこう、まあでもネクロには合ってるかなって感じですかね。黒を基調にしつつ、白と黒でって感じ。かっこいいじゃないですか、これ。結構。ネクロマンサー、こう、走ってるときさ、背中がこう出てくるから、ああ、いいですね。じゃあ、ちょっと、せっかくなので、エルダーリフト一回回して、見ましょうかね。よいしょ。まあ、強化バトルパスはね、なんか、毎回、ちょっとこう、宣伝地みたいな話になっちゃいますけど、レジェンダリー紋石の方も、二つかな、まあ、確定でもらえるし、あと、星1のレジェンダリー宝石、セレドの弱体化とかもね、複数もらえて、で、あと、まあ、ランク2のね、熱アフルル石が、二つゲットできるので、まあ、なんだかんだでね、レア紋石、あと、レジェンダリー紋石。まあ、詳しくはね、強化バトルパスの解説動画見ていただきたいんですけど、もう入ってて。まあ、800円、今ね、ちょっと値段が上がっちゃって800円、ワンシーズンにつきかかっちゃうんですけど、まあ、オーブで課金するよりも、まあ、トータルで見るとね、結構お得な内容になってくるし、まあ、やっぱり、期間限定のコスメが、一着手に入るっていうのは大きいと思うので、ぜひね、集めてみてほしいなと思います。あ、こんな感じなんだ。白と紫を基調にしてて、シャッファー界とかをモデルにし、の、テーマコスメなのかな。結構この縦がかっこいいですね。まあ、ちょっと最近ね、強化バトルパス、まあ、一月ちょうどというかね、だいたい28日ぐらいで、ワンシーズンが終わるぐらいの感じなんで、まあ、4週間と見てもらったらいいかなと思うんですけど、まあ、4週間の間にランク40目指せれば、
ゲットできるので、まあ大体バトルパスとして考えると、2400ポイントがまあ1週間上限で、あともう少し、クエストの方の報酬とかももらえるんで、まあ実際には2500ぐらい、1週間に稼げるので、まあ、大体2週間と、あと、まあ、500ポイントぐらいかな。なので、まあ、5000ポイントから5500ぐらい、BP 貯めれば、ランク40までね、いくと思いますんで、まあ、ぜひね、まだ、強化バトルパス、購入してないけど、買おうか迷ってるって方は参考にしていただけたらな、と思います。まあ、ちょっとね、うちのチャンネルだとネクロマンサーで、まあ、コスメティック基本的にバインドしちゃってるんで、まあ、ネクロマンサーの、コスメこんな感じだよ、みたいな紹介の動画にはなっちゃうんですけど、まあ、参考になれば幸いです。で、あとね、ちなみになんですけど、まあ、これもね、まあ、たびたび、聞かれる、質問なんですけど、まあ、今5500ポイントって言ったけど、28日じゃそんなに貯められないよっていう方に、まあ、おすすめの機能というかね、として、課金でね、一応ランクを上げるっていうことができるようになってますので、今ランク40まで上げちゃってるんで、もうね、課金での、アップっていうのはできないんですけど、オーブを消費することでね、ランクを上げるってこともできますので、まあ、ちょっとランク40まで厳しいけど、コスメは欲しいっていう方は、まあ、強化バトルパスと、まあ、あとお金かかっちゃいますけども、課金によるね、ランクアップっていうのも一応使えますので、まあ、ぜひね、その点も、覚えておいていただけたらなと思います。今回はね、ネクロマンサーで、砂の下、武器と、アーマーの方、入手しましたので、ちょっとね、紹介してみました。またね、来シーズンも、新しいコスメどんなの来るか、楽しみなところですけども、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、このチャンネルではね、ディアボロイモータルの、まあ、こういった、まあ、小ネタ的な動画もありますが、まあ、攻略動画、そして、まあ、各キャラクターのね、おすすめのスキル紹介なんかの動画も上げてますので、ぜひね、高評価、そしてチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。